どうもこんにちは。今回はダウ転換についてね、ダウ理論についてちょっと簡単にお話ししておきます、おさらいしておきますね。まあ詳しくはね、あのー、講座の方を見ていただいたりとか、まあダウ理論とかダウ転換で検索してもいろいろと参考になる部分が出てくると思いますので、そちらに譲りますけども、結局ね、ダウ転換ってのは何かというと、今までのトレンドを否定するようなサインが出た時にダウ転換が起きるなっていうふうに予測して、そして実際にそうなった時に、あ、ダウの転換が起きたなと、とこれからダウ理論というものなんですよ。以上なんですよ。 以上ですよね。だからこれをね、画像でイメージで捉えるのがちょっと難しいんですよね。で、単純な例が移動平均線を使う方法です。移動平均線がこうね、波を打ちながらこうやって進んでいる時に、その上の方にチャートがこうやって乗っかって動いてますよね。そういう時は上昇トレンドなんですよ。この上昇トレンドを否定するダウリ論の動きとしては、この移動平均線の下にね、 え、チャートが潜って、それから移動平均線の上に出てこなくなるんですよ。これはダウ転換が起きたな、これから下落が始まるなと思って、今までの倍戦略をセルに切り替えるってことができるんですよね。で、実際移動平均線と、その、 ローソク足の関係ってのはそういうふうになってますんで、メカニズム的にそうなんですけども、ただそれを図で捉えるとそうなるよってことなんですよ。それを小難しい言葉で言うと、ダウ理論、ダウ転換っていうんですよね。まあでもね、トレンドが変わったっていう言い方もするんで、ちょっとややこしいんですよ。正確に言うと、トレンド転換とダウ転換っていうのは違うんですけども、でも今、一緒くたに語られることが結構多くてね、混乱をそこでさしちゃうのかなと思います。であの、あまりね、ダウン転換が起きたってことは、あまり意識しなくていいかなと思います。ただ、自己お解説の中で、 ここでダウンの転換が起きたよねって言うと結構全体像が見えやすいんですよねでそこでねもう一回まとめますけどもあのこのチャートを広く見てチャートを広く見てねで上下が起きるのはそれはもう当然じゃないですか それはあのもうトレンドがが変わっているっていいいるとううに捉えた方がいいと思いますね。でダウの転換っていうのは何かっていうとその大きなチャートの中でね4時間なら4時間1時間なら1時間1日なら1日どこでもいいんですけども全体的な流れが上昇から下落に向かった時その1点を捉えてこれはあのダウの転換が起きてるねっていうふうにまとめるのがよろしいかと思いますよね。うんまあ、でもねこのの名称っていうのは、あの コミュニケーションするときにすごく大事なんですよ。共通認識を持っていなければ、例えば今の例だったらね、トレンドの転換が起きてるねっていうのと、ダウンの転換が起きてるってことを一色体にしちゃうと、こちら側から伝えようとしてることと、それから受け取ろうとしてる人の認識がずれちゃうんで、えー、結果的に運用ができなくなっちゃうよってことなんですよね。運用ができなくなるっていうのはどういうことかっていうと、あの自分自身で独立トップでチャートを見ることができなくなるってことなんですよ。だからいつもね、えー、不安で、 なかなか結果も出ないしってことになって。で、コンサルの人が来たら、全然教えたことやってないんじゃないかみたいになってね。<laughs> それはちゃんと伝わってないですよって。用語の解説とかが、ちょっと相互が出てきちゃってるんじゃないですかってことなんで、えー、今回みたいにね、あのー、チャートの中にいろいろ書き込むじゃないですか。あ、これは使い方間違えてますよって。これは、こういう場面では使えるんだけども、今の場合では使わない方がいいよっていうふうに、具体的なアドバイスがね、行き来できると、本当によろしいんじゃないかなと思います。だから今回のやり取り、とっても良かったんじゃないかなと思います。その他ね、いろいろ書いてますので、 ちょっと見させてもらいますね。えー、転換度ダウ転換。うんあの。考え方がよく理解できましたって書いてあるんで、あよかったなと思います。これで一つね、また誤解が解けたと思いますんで。で、レジサブラインね。レジサブライン、やっぱりねあの、ご自身で弾くレジサブラインと、で、まあ、中級者、上級者って言われてる人が書くやつとね、こう比較するのが大事なんですけども、なかなかこれね、この、ここにレジサブラインがありますよっていうのが、あのネットに落ちていてもね、 その人がどのくらいの力加減なのか分からないんですよ。まあ、ですんで、やっぱり一定のコンサルを受けるか、どっかの塾に入って、えー、今回 FX オリガルヒですけどもね。うん、やっぱりこう、あ、この人の言うことは確かだなっていう人の、そのレジサブラインと自分が引いてみたレジサブラインがどのくらい合ってるのか違ってるのかってことによって、自分の力量を測っていくってことは非常に有効ですから、もうこれからもどんどんね、送ってくださいね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、レジサブラインの場合は、 あのここは絶対引きたいレジサブラインだよねっていうのとここは強いて言えばなくてもいいんじゃないのっていうのとねレジサブラインにも重要度がありますんで重要度に応じて、えー、濃さを変えたりとか太さを変えたりとかして提出していただくとすごくありがたいなと思います。 人によってはね、レジサブラインが一つの,あのチャートの中に10本ぐらい出てきて、もう混乱者がこれだけあったら、もうどれもがレジサブラインに見えちゃうみたいなことになりますけどね。すごく大事なのがレジサブラインなんですけども、その中でもね、もう今日話題に出しました。あの、ダウの転換が起きた時のレジサブラインね。これが弾けるとかなりいいんじゃないか。これはほとんどの方がね、違わないんで。そこまではっきりしたやつはね、違わないんでね。 はいえー、レジブラインが弾けることがレンジオプションを正確に扱うことのまあ本当に第一歩になりますんでねこれからも頑張っていただきたいと思いますはいで質問が一個ありましたよね基本的なご質問ですが0.5で追撃するとは0.5ロットでという意味でしょうかまあその通りなんですよ通常1のロットで玉を持ってる人はその半分0.5となりますけども通常がね1じゃなくて3の人もいるわけですよ3というのは0.3とかね3でもいいんですけどその場合は あのその半分ってことになりますでもっと細かく言うとね、えー、1回決済するじゃないですか決済した金額の見込み金額の半分っていう意味もあるんですよ、まあ、ですんで、えー、途中でね利格をして例えば3万円の含み益が出ましたそれが含み益が利格して確定利益に変わりましたってことは1万5千円を失ってもいいつもりで次の玉を入れるってこと。 これが0.5で追撃するっていう意味に含まれてますんで、この辺もね、聞いていただいてよかったと思います。あの誤解したままねあの、分かったつもりで進めるよりも、こうやってはっきり聞いた方が絶対いいですからね。はい。私の方は何度か説明してると思いますんで、えー、っと、こうやって改めて聞かれなければ、いちいちね、0.5ってのはこういうことですよって言わないこともありますんでね。その辺、あれこれどういうことだったのかなと思ったら、何度でもいいんでお尋ねください。それでは本日は以上です。いってらっしゃい。